アンリルソー、フリュマンスビッシュの肖像1893年頃、世田谷美術館は、東京都世田谷区の木沼田公園の中にある美術館で、ある。1986年に開館し、当初から素朴芸術と呼ばれる世紀の美術教育を受けていない、非専門家による作品を収集してきた。それは、世田谷という暮らしと密接した地域だからこその、 身近に親しまれる芸術を試行したことによる、開館当初に芸術と素朴展を開催した。そうした芸術は今日アウトサイダーアートとして知られる。パー・コーラ。この正三角形のモチーフが建物各所に用いられている。サンクンガーデン及び渡り廊下。1986年3月30日開館。木ヌタ公園の一角に位置する。春光は1985年。 延べ床面積は8223平方メートル、建築面積は4882平方メートルの鉄筋コンクリート作り。建築家内肖像の作品であり、内ちはこの作品で毎日芸術賞、日本芸術院賞を受賞している。地下1階、地上2階で公園の背の高い木々に埋まるように有機的な平面形状で展開される建築物である。統一された。 正方形の凹凸でコンクリートに表情を作り、正三角形のトラス状の柱を全体の共通モチーフとして多用するなどの特徴的なディテール設計についても評価が高い。区内に住んでいた画家の住まいを美術館としたもの。老朽化したアトリエを解体、新築したもの。ありがとうございます。